ウェブデモの川崎です。今日はモーションパスをちょっとレクチャーしたいと思います。はい。ビヨンドですね、えー。新規作成しまして、モーションパス、えー、お使いの方いらっしゃいますかね、えー。いろんな使い方があるので、ぜひ覚えてください。はい。ちょっと白い、はい、ブランクシーンを用意しまして、えー、モーションパス。 基本的な使い方でねちょっと人を置いてみたいと思いますはいモーションパスっていうのはですね自動的に左右に移動したり大きくなったりするんですけどこういう時使いますね人物を例えばここで走らせるとはいいろいろありますけど 走らせます、はい、でただ単にですね「ラン」「走る」ってやってもはいこんな感じなんですけど、はい、この人物モーションパスを選んで、はい、移動させてやりますそうするとはいこんな感じで 走ります、はい、で結構勢いよく走ってるのにちょっと隅が遅いですよね。そういう時はですねモーションパスでこれを例えばえこのジュレーションを例えば1秒とかに設定してやるとはい早くなったと思いますけどはいこんな感じでタイミング合わせてあげるってことですね、はい、1秒とかね。 合わせてあげるとということです、はいでえー、モーションパスこうやって左右に動くだけではないんですね、えー、例えば違うモーションパスちょっとやってみましょうかはい、えー、先ほどの人物、えー、でちょっとアクションですね例えば驚きショックなんかでですね 置いいてみましょうはい、で、えー、今度はプロップでそうですね例えば木を出しましょうそうですねここは、えー、こんだけでもいいかなはい来ますはいでモーションパス例えばこれ小さい木をですねモーションパスではいこれ横ではなくてですね、はい 大きくさせるということもできます。はい、ここも原理は一緒ですね。これで長さを調節してあげるとはい、こんな感じでですね、ものの大きさ。 設定したりすることもできます、はい。で、さっきの走るやつなんかもですね、例えば、えー、そうですね、コンテンポラリにあるんですけど、えー、コンテンポラリの走る選ぶとですね、えー、ランニングりますと、そうですね、縦に。 まっすぐ前に走る人もいるんですね。はい。これもモーションパスで、えー、横ではなくてですね、はい。前に走らせましょうか。はい。そうすると、はい。こんな感じで、えー、前に走ったりします。 でその時にですね背景を例えばロードそうですねえっとこういうものと組み合わせたりするとはい前に走ってる様子出てきたと思いますはいでモーションパス テキストにも使うことができます、はい、テキストは普通ですね、えー、右や左それから、えー、この、えー、エンターエフェクトとかエキストエフェクトを使うんですけどモーションパーツ使って何ができるかというとですね例えば、えーまあ、大きくしながら回転させる。 なんてことができます。ちょっと見てみましょう。できるかな、はい、はい。で、これでさらにコンティニューラストシーンで、ここからさらにモーションパスで、 大きくしながら回転を続けるふうにしますはいあ逆回転になっちゃいますんでこれそうですねちょっとだけモーションパスで どうでしょうかね合わせてみますとできるかな <laughs> はいこんな感じで、えー、文字を回転させるなんてことができますこのスピード調整をうまくすれば、えー、文字も、えー、もっと速く動くことができます 最後にこれポップでですね文字が回転したらいなくなるとなんてこともで,ねできますんでねはいどうでしょうかねこういう ことモーションパス、もう一回最初から言いますと、はいえー、まあこう人を動かしたり、物を動かしたり、あるいは物を大きく見せたり、そうですねえー、走っていく様子、それからテキスト、はい、プロップとかですね、こういうものも変更できると。はい、モーションパス使うとですね、えー、さらにアニメーションの表現広がると思います。ぜひお試しください。